第130回ホッケチャンネルどうぞよろしくお願いいたします日蓮聖人は絶対的な法華経への信心を得なければならないと段落に当てた手紙において記されております法華経への信心がなければ法華経に解かれる修行を実践することはできないと指南をされていますので 本日はそのことについて取り上げたいと思います本日に拝読するご遺文は法蓮省賢治元年1275年4月日蓮商人が54歳の時に信者でありました蘇谷次郎法蓮に対して宛てた著作でございます 本書は、曽谷法蓮が父の十三回忌にあたって法華経を読自し、日蓮聖人は十三回忌の明日まで毎日自画を読自してエコをしたことを述べているのです。そのような著作の中において、今回に取り上げる法華経に新人を取るべきとの一節が見られるのであります。ご意文拝読のうち、現代語訳を挙げます。 いかにしてか、この度、法華経に新人を取るべき。心なくして、この経を行善は、手なくして、法善に入り、足なくして、千里の道を、くわだつるがごとし。ただし、近き現象を引きて、陶器心を取るべし。現代語訳です。 どうにかして、今度は、法華経に対する絶対的な確固たる信心を獲得しなければならないのです。信心がないのにもかかわらず、この教、つまりは法華経を修行するということは、手がないのに宝の山に入って宝を求めるように。また、足がないのに千里という長い道のりを進もうとするようなものであります。 今はただ現実として現れた事象によって、仏の解かれたことを信じなければならないのです。日蓮聖人は絶対的な法華経への信心を得なければならないことを設置しております。法華経への信心がないのにもかかわらず、法華経に解かれる修行を実践することは、 手がないのに宝を求めるようでありまた足がないのに長距離を進むようであると二つの例えを挙げているのですつまりは法華経を修行するにおいては信ずる心を持たなければならないと指南をされております法華経は真の宗教とも言われます 法華経は全体で28の章から成り立ちますが、その第3番目、比喩本においては、維新特入とあります。真を持っていることを得たりと読み下しをします。この維新特入という門があり、これはお釈迦様のシャリホツに対する発言であります。仏弟子の中で知恵第一と言われるシャリホツでさえも、 知恵のみでは、法華経の真意を体得することは不可能であり、仏の言葉、つまりは、お釈迦様による教えを信じて従うことで、仏道を成就するというのであります。以上、法蓮章の一節を拝読し、日蓮聖人が示されます法華経への真についてを取り上げてきました。 信じるということが何よりも重要であると教示をされているのであります。法華経の教文である維新特入においては、釈尊が斜里骨に信ということの重要性を示しているように、日蓮聖人も信者でありました曽谷氏に対して信についてを指南していることが知られるのであります。次回、 第132回予告でございます立正暗黒拝読第1等でに第1弾の旅客の発言つまりは第1問についてを取り上げてまいりました次回にはこれに対する主人の発言として第1弾における答えを取り上げることといたします本日もご視聴いただきましてありがとうございました